はい、今回もドッキリを仕掛けていきたいと思います。今回もねねさんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。で、どんなドッキリかというとこちらです。国産ぶっかけの納豆なんですけど、これ本物で賞味期限が切れています。それでこれをスクイーズだと教えてねねちゃんに触ってもらって、触ってもらうと本当の納豆じゃんみたいな感じのドッキリです。納豆スクイーズと思ったら開けて触ってみると本物の納豆ドッキリ。それでは仕掛けていきましょう。どうぞ。ティアラチャンネル。はい、ねねさん。はい。やっぱりね、ティアラの中で一番のスクイーズ博士といえばねねちゃんじゃないですか。はい。で、多分ね、ねねは見たことないと思っちゃう。でも新商品。流行ってる流行ってる。なんか YouTuber さんがよく紹介してるものです。それはじゃん、こちら。すごくない？国産ぶっかけ納豆スクイーズ。違うよ。ドッキリで本物やっちゃろ。これはほらちゃんと書いてあるよ。タレとからしも入っているって調べたんですけど、そう、タレとからしはスライムそうです。で、パックに入ってる感じで、うん、で、この後ろ入れやけんね。後ろもこうやってで、これ4つで2000円くらい。そう、2000円くらい。結構お高めな、うん、でも、スクイーズが4個あるってそうと思えば、結構安い。絶対半分やんか。しかもちゃんとかはとりあえず開封していこうや。ドッキリではね、もうね、いらない。もう信じませんよ。そう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 。キーチェーンにもなるんだって。はい。あ、本当だ。なんかランドセルつけておいて。なんか本当に開けていいもの？いいよ。スクイーズだからいいよ。なんかビリってなんか香り付きだそうです。そうそう、納豆の香り付きして。え、だったね。うわ、納豆の匂いがするって。めっちゃ納豆の匂いがする。うわー。香りつきか。リアルだね。え、これ本当に触れるものなの？触れるもの。スクイーズだよ。スライムやもん。え、じゃあ先に二人触ったら。違う、ネネちゃんに触らせるっていうドッキリじゃない。おい、ドッキリって言ったやねえか。あ、ほら。でね、ティッティリー、本物の納豆でした。え、だってさ、アリサちゃんさっきドッキリって言った。違う、口が滑ってしまったと